そうっすね。バンド、いらっしゃいます。武藤選手の PK のシーンですが、まあ、自信があって中断した直後、非常に難しかったと思いますが。そうですね。まあ、正直、ちょっと蹴りたくなかったんですけど、まあ、自分に任せてくれた、チームメイトだったり、ミステルのためにも、今日決めれてよかったです。あのシーン、どんな狙いで蹴ったんでしょう。そうですね、もうやっぱ狙って決められると悔いが残るので、まあ、思いっきり、蹴り込みました。見事勝利したお二人ですけれども、ファーストステージ残すところ1ヶ月となりました。サポーターの皆さんにそれぞれメッセージをお願いします。あと1つ絶対勝って、陣を1つ多くに上げて、次に強いと思います。そうですね、自分も、シード権のために、ファーストステージ最後まで全力を尽くして、全勝でいきたいと思います。今日のメディアはシード権8番の三田選手、そして14番の武藤選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。